Spinner。 明けましておめでとうございます。山本ソニアです。2022年1月4日火曜日、世界で今起きていること。この番組ではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。インドがアップルへの調査を開始。アップルのアプリ配信サービスアップストアの運営をめぐり、インドの独占禁止当局が調査を命じました。アップストアでアプリ開発者に課せられる手数料については、昨年インドの NPO が競争を妨害していると批判していました。一方のアップルは、消費者にとってより魅力的なデバイスを作るために手数料は必要だとしています。一方、アップルは時価総額3兆ドルを達成。アップルは3兆ドル、日本円にして345兆円の時価総額を超えた初の米国企業となりました。ただし、この記録はほとんど一時的なものと言えそうです。テスラが新疆ウイグル自治区にショールームを開設。電気自動車メーカーのテスラは、中国が人権侵害を行っているとして非難されている地域を支援したことで、米国内で規制当局や消費者の反発に直面する可能性があります。イスラエルは来週から一部の外国人渡航者の受け入れを開始する。イスラエルではオミクロン株の感染防止対策として11月に渡航禁止令が導入されていました。今回の発表はこれを緩和するものです。一方、米国では10代の若者に対してファイザー製ワクチンのブースターショット接種が始まりました。香港市場でエバーグランデの取引が停止された。苦境に陥っている中国の不動産開発会社エバーグランデグループは、内部情報を開示すると発表しました。ただし、それがいつなのかは明らかにしていません。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。面白いと思った方はぜひ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。クォーツジャパンでは世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。ぜひこちらも見てみてくださいね。山本ソニアでした。Have a great day!